さあ、時刻は11時を回りました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、国館の時間、も f m 講座のスタジオから生放送でお送りいたします。宮島慎一の Let's go to the movie のお時間です、えー。今日は11月の24日木曜日でございます、えー。昨日は勤労感謝の日、11月23日でございましたけれども、昨日の祝日、皆さん、 どんな時間をまあしっかりねお休み取れた方はたくさんいらっしゃるかと思いますけれども「なんせ沖縄コザシリー」はですねイベント盛りだくさんだったでしょうさあそのイベント盛りだくさんに私宮島真一はシアタードーナツの出張上映会という企画で嘉手納文化センターで映画パーソナルソングの上映をやってきましたよ、えー、先ほどのね10時台の番組でも、えー、認知症アルツハイマーに関しての話いろいろありましたけれどもあの僕はですねその その映画で、えー、そういう話題になったテーマになっているものをですねより多くの人にちょっと見てもらいたいなという映画パーソナルソング実はこの作品今年の春から夏にかけてシアタードーナツで上映していたんですね、えー、それを今度は嘉手納町のですね文化センターでイベント上映をしましょうという運びになりましたすごく大好評のこの作品1ヶ月例えば1000ドルぐらいかかるですね、えー、認知症の お薬、えー、かかるそうなんですけどもこれアメリカの話でね、えー、だけど音楽を聴かすことによってその 認知症やアルツハイマー病を患っているお年寄りの皆さんがですね脳が活性化して元気になっちゃうというような実験をしているこの映画なんですけれども本当にね音楽の力すごいなということを証明してくれる映画パーソナルソング昨日パーソナルソングは嘉手な文化センターで上映したんですけれども皆さん本当にね大満足のご様子で私も本当に嬉しいうしい昨日の祝日でした映画を通していろんな人たちにねえいろんな人たちを笑顔にさせるっていうのは ね本当にこういう仕事をしていて、えー、やっててよかったななんてね思いにとっても強くなりました本当に昨日ね来ていただいたお客様大感謝大感謝でございます本当にありがとうございましたさあ宮島新一の l e の「レッツゴートゥーズムービー」皆さんからのメッセージどんどん送ってくださいよお待ちしております f m コザ e-mail アドレスは 761-fmcosa.jp です。リスナーの皆さんが持っている携帯電話、パソコン、スマートフォンなどからどんどんメッセージを送ってくださいね。もう一度言いましょう。f m コザの e-mail アドレスは 761-fmcosa.jp です。番組は、そう、ツイキャス、そしてユーストリームでも生配信中でございますので、そちらからどんどんまたメッセージも送ってくださいね。 え早速ツイキャスでメッセージいただいております。ありがとうございます。ルドルフさんから。はい、さあ、こんにちは。宮島さん。今日も楽しくです。はい、もう楽しくしかしませんよ。私、宮島はルドル,ルフさん。早速のメッセージありがとう。そして、函館からメッセージどうもありがとう。ラジオネーム、レナさんから。宮島さん、こんにちは。函館、本日マイナス3度。わおすごいね。沖縄は今日は何度だ ?20 何度ぐらいはあると思いますけど。ちょっと見てみようか。 今日の沖縄は日中の最高気温は21度、現在札幌はマイナス3度、うわー、すごいね、この気温差、20度以上ですけれども、風邪ひいてないですか、大丈夫ですか、まあ、沖縄もね、この20度前後ですけれども、20度超えてますけれども、風邪ひきさんはいますよ、うちの息子がね、この間、インフルエンザになってですね、今、学校休んでおりますよ、大変ね、関係ないね、気温ってね。まあ 病は気からと言いますからね、えー、皆さん風邪かないように楽しい時間を過ごしましょうよラジオネームの内さんからもメッセージどうもありがとう宮島さん皆さんおはようございますはいおはようございます今週も楽しみに待ってましたよ今日も楽しく聞かせていただきますねよろしくお願いしますありがとうねのうちさんそしてラジオネームリスちゃんからもこんにちは小林香織さん <laughs> 小林香織さんって言われたら僕初めてかもしれないですね そうだ、小林薫さんで思い出しました。一度一緒にお仕事したことありますよ。南大東島でね。これもまた映画の撮影でしたけれども、元気かなその当時の小林薫さんはね、お子さんができたばっかりでね、えっ、ー、と、宮島くんさ、子育てどうしてるとかさ、あのー、保険とかどうしてんのとか、<laughs> <laughs> そんな話を小林薫さんとした思い出がありますけれどもね。元気ですかね はい。今日もそんなこんなで、なんだかんだ映画の話をしたりね、音楽の話をしたり、いろんなトークをしたいと思ってますんで、番組最後まで聴いてくださいね。よろしくお願いいたします。今日はなんとなくね、なんとなくですけれども、いつもね、ここスタジオ来る前に、今日はどの曲を1曲目にしようかなと思って、いつも考えるんですけれども、今日はね、この曲にしようかな。1曲目はこれだ 大好きな大好きなバンドです。アレスデッドデベロップメントアルバムズンガラバドゥーニー。踊る大地からユナイテッドマインズが今日の1曲目。さあ、宮島真一のレッツゴートゥ e ザムービー。今日も1時間生放送よろしくお願いいたします。 宮島真一の Let's Go to the Movie 本日の1曲目はアルバムンガラマドゥーニーアーティスト名はアレスデッドデベロップメント結構前のアルバムですよねこちらいつだっけ1994年かわお大好きなアルバムですアレスデッドデベロップメントでユナイテッドマインズから今日はスタート宮島真一の Let's Go to the Movie この番組はシアタードーナツ沖縄 by ベーキャント・ス p i ピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りします このあと CM があと1分ぐらい流れるんだけど、はい、その後僕はフリートーク始まるんでこの CM 開けて僕が始め走り,、えー、り始めたなと思ったらいつでも来ていいからねって言って。<あ>うん それは気にしないでいいよ。うんうんうん。<の>うん、切ったらっ切れたでも、あ、そっちがフォローしてもいいし。ススいいい追加数は別に何も連動してないから、そっち。ああ、なるだけ三十分までに終わらせるようにします。<laughs> うん、なるだけね。<laughs> 一回止めてもう一回やれば今,今,今そしたらまた30分いくじゃあじゃあ大丈夫だねじゃあ40分ぐらいまでいけるありがとう さあ、時刻は11時13分を回りました。お届けしているこの番組は、宮島真一の Let's go to the movie です。さあ、皆さん、ね。 なんかこう週の真ん中にぽっかりこう休日ができるとなんか今日っていう日が木曜日じゃなくて月曜日みたいな錯覚になって間違ってゴミを出しちゃったりとかね <laughs> あのー、そういう感覚になってる人って結構いるでしょうねまあ僕もそんな感じの一人でしたけれども、あのー、まっ、あ、すぐ週末がやってきますよそりゃあ、ね、皆さん楽しい週末過ごしてほしいんですけどもね僕はもう楽しいことしかしてませんよ

はい。こんにちは。こんにちは。ディーンと申しますさん、はじめまして。はめまして。あの急に呼んで呼んでしまったんですけど。す,すいません。ななんどうぞ座ってください。テイクシート。いはい。ちょっと待ってじゃあえっとラジオ聞いてる皆さんもですねちょっとびっくりしてると思いますので、please close mic。ー。オッケー。オッケー。じゃあ始めからちゃんと話しましょうかね。ネ、えー、ストミーチューはじめまして。

今日はあのカメラチームと一緒になぜあの NHK World の Journeys in Japan 番組作ってます今これえ NHK なのそうですはい本当そうですよはいディーンさんはな Do you have a TV program show? Yeah, um, basically I'm from the UK. I live in Tokyo, and I'm working with this very talented team making a TV show called Journeys in Japan. Journeys in Japan. Journeys in Japan. へ どんなどんなプログラムなのこれはこれはあのまあ旅行の番組ですね旅行の番組あジャーニーだからジャーニーねだからまあ日本のいろんな場所行くとこの街の話紹介しますねなるほど今回がコーズアシティうん You first time visit 沖縄 It's not my first time in Okinawa, mm. um, but it's my first time to um, get a close look at the city of Okinawa. Ahaha. So, most people come here mm -hmm. on a holiday mm -hmm. and go to the islands, mm -hmm. but probably people don't see the culture here. なるほど。Oh. So, first impression is what? a People from all over the world. 沖縄えっと、ね、どんな人えっとあなたはディーンさんはイギリスそう僕がイギ,リスイギリス人でしょ、うん、えっと many kinds of people living here、うん、so many many country so、えー、何人見かけましたかえ今まで沖縄市で<う>小こで昨日ねマレーシア人と、うん、マレーシア人 たぶんインディア人もいたあとはチェックレパブリックヨーロッパのチェックいましたいたそうそうかみんな住んでたねうんそうそうそうあとだから多分フィリピンとかそうですよねあとベトナムもいるかなあとタイとかねうんうんあと料理とかもタイ料理もあるしえっとあそこだペルー料理 すごいね、そうそうあとインドのカレー料理屋さんはもちろんスペインとかもうほんとにメニメニカントリーがね Do you know call this like this? はい Do you know チャンプルーはい聞いたことあるほんとどんな意味あの混ぜてるの意味ですよねそそうう、みんなミックスそうミックスはピープルミックス food culture これが楽しいと思いますねそうそうだから フードカルチャーもミックスだけどあとはミュージックカルチャーもオールミックスあ、そうですかそう、例えばえっと、沖縄のトラジショナルミュージックあ i k e a 三振はい Do you know 三振インスルメント No インスルメント No? 三振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 聞いたことあり聞いたことあるじゃあ、沖縄の民謡ね、例えば ティンサグの花屋とかっていう沖縄の歌があったりするんだけど例えばそういうトラディショナル沖縄ミュージックとミックス例えばロックンロールとか、うん、テクノミュージックとか、うん、いっぱいあるよ、うん、本当ですかそ<当>うん so、you have to go to the live house you know live house? live house yeah えっとまあミュージックバー something、うんうん ああ、uh, you have to go。おお、I'd love to go。ぜひ行きたいです。イギリスはすごいよね。ロックンロールが結構有名ですよね。ね、ロックンロールヒストリーすごいよね。Oh. で、どんなアーティストが好きなの、ディーンさんは。僕がまあいろんな。 音楽が好きけど、あのレイズライトとか、聴いたことありますか？分かるよ、本当？若いね。いや、ハーバートディープパープル。ディープディープパープル？いや、ディープパープル。だだだ。1980s かな？70s？そうそう。え、リーさんハワルドだよ。僕32です。30あ若いね。本当ですか？本当若い若い。えでも今アクター？アクターモデル、テレビプレゼンターの感じですよね。 So, ,あの, what's in the future? In the future? Ah. Um, well, I love making the mm. travel show with mm. NHK mm -hmm. because my passion is travel mm -hmm. and uh, learning about different cultures mm -hmm. and also about entertainment. Mm -hmm. So, mm. I would love to have my own travel show in the future. Mm. And please leave in here. In Cosa. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> you <have> nice. To. <laughs> Next time I come back. Mm. I come back for a holiday now. Ai na. so san today tonight mm. you have to go to the rock and roll live house and uh traditional music. Nantahama. Nantahama. Do you know Nantahama? I don't know Nantahama. You have to go there. Okay. ai 素敵なレディがいます会いたいです <laughs> ぜひ会ってください<ー>いいですねおすすめありがとうございます、はいえー、これはまたいつ沖縄に来てくれますかあ今度ですか今度いつ来るわかんないですわかんないうん。でもやっぱり夏行った方がいいじゃないですか、うん、そうだね <laughs> ぜ<ひ> <laughs> 海入りたいですよねそうだよね<ー>ぜひサマータイムも来てくださいねあ,ありがとうございますありがとうございますじゃもう

届いておりますよラジオネーム、ね、ルドルさんからああすごいゲストさん、ゲストさん登場ですとかね、レナさんからも、すごいですね、これはね、今ね、聞くところによるとね、えっと、なんだっけ、ジャーニー・イン・ジャパンという、えっと、NHK の、おそらくこれ、僕、多分ね、BS の番組だと思うんですけどね、えー、それの、多分沖縄コザをきっと取材してるんでしょうね、えー、それの飛び込み、 ゲストという形でいろんなことが起こるね。しかしね、小座に住んでたらね。ディーンさん、本当にありがとうございました。はい。てなわけでございまして、リスナーの皆さん、なんかね、小座に旅したくなるようなキーワードってたくさんあると思います。もちろん、音楽もそうだし、食事もそうだし、でも、一番重要なのはね、人に会うっていうことだと思うんだよね。人に会って、おしゃべり、ユンタクして、また会おうねっていうような。 コミュニケーションこれがね旅の醍醐味のやっぱり一番のなんだろう思い出だったりスパイスだったりっていうのに、ね、なるんだと僕は本当にねこの急なこのテンションでもねやっぱりすぐやっぱ対応できるのがねこうなんだろうチャンプル文化あミックスしたこうその時その時の出会いをね いっちゃれば超デ的な <laughs> そんな感じのね気がいたしますよちょっと音楽かけてブレイクタイムしましょうか今流れている曲僕大好きな大好きな曲ですよお届けしましょうジョンホルトで Touch Me In The Morning はいえー、ただいまお届けしたナンバーは「タッチ・イン・ド・モーニング」ジョン・ホルトのナンバーをお届けいたしました時刻は11時25分を回っておりますお届けしているこの番組は宮島真一の「レッツ・ゴー・トゥ・ m ムービー」をお届けしております、えー、ディーンさん戻ってきちゃったハローハローサプライズ <laughs> サプライズそうだからさこの人間のさ人生って何が起こるかわからないね、えー、ご,ごめんですなって、うん サドンすごいね。これがめっちゃ楽しいですよね。それを楽しまないとね。旅をね。今回のこの番組、ジャニーンジャパン、リスナーの皆さんにせっかくだからディーンさんからちょっと宣伝した方がいいんじゃないアドバイズメントです。 僕が今9番目 Journeys in Japan 作りました。ね。と日本いろんな場所行きました。なんか北海道とかレ a k e b i w とか熊とか熊本。熊本ね。すごく楽しいの旅行の番組です。よねいいですね。この日本での経験はイギリスでもお話したりしますか友達とか。ね。ああ、OK。えっと。 ヨーエクスペリエンスねえの you you talk talking about your experience for friends to friends or your family? もちろんもう僕が日本何年ですよねだからあのちょっと日本日本のエクスペリエクスペリエンスペリエンスホントいいねだから友達よく聞いてるんか「Where should I go?」とか「What should I do?」とかありますですよね OK いいですね And on air time. Yes. So the episode about Koza will be on air. On, so February 1st. So February 1st. February the first. Okay. For the watching this show. So is. This NHK BS? So すごいね。お、ということはワールドデビュー。ワールデビューです。素晴らしい。素晴らしいね。いや嬉しいな。じゃあディンさんまた会いましょう。ぜひ。ぜひ。本当にあの会えてよかった。ね、よかった。今日本当にありがとうございます。ありがとうございます。 はい。今日のゲストは、びっくりゲスト、サプライズゲスト、ディーンさんでした。ありがとうございました。さあ、一旦 CM に参りましょう。番組まだまだ12時まで生放送続きます。 さあ、時刻は11時30分を回りました。本当に人生ってどに、どんなね、どんなことが起こるかわかんないサプライズだらけの瞬間がありますけれども、こうやってラジオもね、僕十何年やってますけれども、テレビの中継がこうやってね、中継というか収録か、は入るっていうのもね、まあ、何度目かありますけれどもね、ローカルとかだったらね、わかるのよね。これ、ね、BS ワールド NHK? すごいね。 まあ今でもさ、よく考えたらさ、こうやって僕らも今ツイキャスだとか Ustream で生配信してるっていうのは、まあ基本的にまあ世界でね、見れたりするわけだけれども、そのこう、取り上げられるこう感じから言うとね、やっぱりビッグネームじゃないですか、そりゃね。すごいですよね。何やってんだろう、俺。ねえ。座に住んでてさ、こんなことやっててさ、 突然さイギリスのモデルさん役者さんいろんなことやってるディーンさんがね突然やってきてこうユンタクできるっていうこの偶然ねいろんなことが起こってるわけですねこの瞬間瞬間もねその瞬間瞬間がねみんな楽しいことであるようにねラジオはどんどんねみんなからのメッセージもハッピーなメッセージばっかり読みたいな、えー、メッセージ届いておりますラジオネームルドルフさん えー、テレビ収録すごいですねといただきました。皆さんもすごい NHK とね。はい。今、先ほど聞いたようにですね、えー、今取材されたパートはですね、えー、年明け2月の1日、えー、BS プレミアム、BS1 か、NHKBS1 でですね、放送されますジャーニーインジャパンという番組で、えー、小座を、ね、旅するジャーニーさんのね、えー、旅行機が 流れるということですので、ぜひ2月の1日、新しいカレンダーもうみんな買ったまだ買ってない、えー、新しいスケジュール帳の2月の1日にぜひチェックポイントマークしといてくださいね。よろしくお願いいたします。僕もどんな風に映ってるのかすごく気になりますけれどもね。いやー、ま、楽しかったです。さあ、<laughs> シアタードーナツの上映情報をちゃんとやっとかなきゃね。 リスナーの皆さんはい現在サーフィン映画やってますよシアタードーナツでビヨンド・ザ・サーフィス2014年アメリカで作られたドキュメンタリー映画ですけれどもこちらはですね女性サーファーこれインド人初のですね女性人え女,女性の <laughs> 女性人ってなんでインド人 初めての女性が初めてのサーファーまあプロのサーファーという意味なのかな、えー、その石田マラビアさんという方がですねものすごくまた周りに才能豊かでユニークな女性たちと南インドの旅に出たそうなんですね、えー、その彼女たちチームの中には例えばもちろんサーフィンやってたりヨガをやっていたり環境保護活動をしていたりとかですねする人たちが一緒に 6人の女性が旅をする話なんですけれども、まあ、その途中途中にやはり先ほどもちょっとね、似たようなお話しましたけれども、いろんな人たちと出会ったり、ね、えー、いろんなものに触れて、 そのの過程の中でですねいろんな発見だとかあのいろんなつながりを手に入れていくというわけなんですけれども、えー、我々にまたできることは何だろうかというようなメッセージがこの映画には入っていると思います。Beyond the Surface 現在シアタードーナツで午後1時半から上映しております。なんと今回はですね太っ腹2本立てでやっておりますよ。Beyond the Surface と同時上映しているのはこちらは今度はサウス・トゥ・シアンという映画なんですけれどもこちらは同じくドキュメンタリー映画で。 オーストラリアで作られた作品、これ、出来たてほやほや、2016年に作られたドキュメンタリー映画ですけれども、これはサーフィンに詳しい人なんかはね、きっと知ってるかと思うんですけれども、デューサーフというところのカメラマンで、フィルムメーカーのダスティン・ハンフリーさんという人たちが、なんか <laughs>、ビッグプロジェクト作ったらしいのね、そのビッグプロジェクトっていうのは、このまあ映画、フィルムを作るということなんですけれども、まあ、例えばサーフィンとバイクを愛する、そのね、 ビッグネームのこの人たちフィルムメーカーのダスティン・ハンフリーという人とハリソン・ローチそして Z ・ノリスという人たちが今回のビッグプロジェクトでちょっとやってみたいことっていうのはその一つの疑問っていうのをねちょっと掲げてこの映画を作ったらしいんですけれどもその疑問っていうのはまあ2つあるんですけれども人生で理解できたいことが2つあるそうです一つは人生は変えられるかもしれない 人生を変えられるかもしれないチャンスっていうのがなぜ与えられているのかこれ面白い疑問だよねそしてもう一つは長い冒険のスケールの大きさと体験がもたらす未知数っていうのは一体どういうものなのかこれもう疑問っていうよりもさこれな何ちゅうのあの 挑むことだよね、とにかくね。えー、それをこの映画の中で収めているということで、この映画もまたすごく、あの、見た方大満足しておりますね。えー、先ほど紹介した、ビヨンドザサーフ c ス、そしてサウス・トゥ・シアン。えー、こちらはシアター・ドーナツで、午後1時半から上映です。この映画、それぞれ2つ合わせて約90分くらいですね。はい。えー、映画1本分くらいの長さだと思います。2本立てでね。えー、ぜひ皆さんチェックしてください。 いまいちちょっと宮島の説明ではちょっとなんかふわっとしててわかんねえっていう人はねシアタードーナツのフェイスブックページもしくはインターネット、えっと、ホームページねシアタードーナツのホームページをぜひチェックしてくださいね映画の予告編を見ることができますよえー、ラジオネーム今度はリスちゃんえー、それで宮島さん今日は普通の服だったんですね普通の服これ普通の服なんですかね うん、あんまり気にしてなかったですけどね。ラジオネーム熊本バッテン龍神雅哉さんから。宮島さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、以上ですね。なんか、朝からちょっとバタバタしたもんでですね、えー、ちょっと休憩挟もうかね。 オーストラリアっていうね、キーワードが先ほど映画の中に出てきましたね。サウス・ツー・ーツシアンという映画。オーストラリアのね、バンドで大好きな僕はクラウデッド・ハウスっていうバンドがあるんですけれどもね、彼ら一時期解散したり活動休止したりとかってしてますけれども、たまにね、出してるんですアルバム。再結成という形もしましたし、えー、さよならコンサートっていうのもありましたけれどもね、僕はこの人たちのサウンド大好きです。特にボーカルはね、やっぱり。 この人じゃなきゃいけなかったりとかしますね。僕はこのバンドではね、あそれは当たり前ですけど、ニール・フィンさん、とっても大好きです。お届けしましょう。クラウデッドハウスアルバム、Time on Earth の中から、これも大好きな曲、お届けしましょう。クラウデッドハウスで、Don't Stop Now。 お届けしたナンバーは Clouded House で Don't Stop Now でした。 時刻は11時41分を回っております。さあ、引き続きまたね、えー、シアタードーナツのお話をしようかなと思いながら、皆さんからのメッセージも一応紹介しましょうね。これ、一応さ、一応って言った、言っちゃったね <laughs> あの。一応じゃないです。ちゃんとです。ラジオネーム、レナさん。雪かきしても降る。 え雪かきしても積もる一方と北海道マイナス2度の世界から小座にメッセージが来てますね。雪降ってんだね函館。考えられないね沖縄からしたらね。メッセージありがとうがんば。頑張ってって言ってもな。頑張って。ラジオネームルドルフさん。宮島さんの生歌ですよ。ね、聞かないで。 ラジオネームのちさからこんだけ冷え込むとやはり温かいものが食べたくなりますねもうこたつから出られませんとのんちさからねそうかもう本土の方は暑いんだもんね沖縄はねさっきのディーンさんの姿見ましたかツイキャスで T シャツですからね僕も T シャツですけれども朝方夜はちょっと ギュッと冷えますけれども日中はねまだまだまだ暑いですもんねはいこの春夏秋と四季の差がね東西南北いろいろね北と南とまた違いますけれどもまあ楽しいこの一瞬一瞬をね楽しんでいきましょうじゃないですかね。 さあ、シアタードーナツで現在上映している映画、人魚に会える日、やっておりますよ、まだ。これね、本土の人たちにも本当に見てほしいんだよね。沖縄に来たら、ぜひシアタードーナツに立ち寄って、この映画、人魚に会える日を見てほしいな。実際ね、そうやって見に来てくれてる方も少なくないですよ。えー、ぜひ、見に来てください。映画、人魚に会える日。大学生が作った、現役大学生が、大学生のスタッフたちと一緒に、魂込めて作った、 基地問題をテーーマにしたファンタジー映画です、えー、これは沖縄に住んでいる我々も大人も子供もみんなが普通に思っている何なんだろうっていう実はよくわからないっていうような疑問を解決する映画ではないですけれどもみんな同じようなところでこう思考が止まるというかねわかんないじゃあどうしたらいい っていうところでずっとみんなもがいてるというかもがきようがないみたいな感じのところもね気持ちがちょっとね変な感じになりますけどもこれをファンタジー映画で描いた人魚に会える日っていうのは僕はより多くの人に見てこの何とも言えないこの感情っていうのを表現したこの映画あ作った中村隆吾監督若干二十歳すごい才能だと思いますよ。 映画を見てほしいな映画人間に会える日は11月30日水曜日までシアタードーナツ沖縄で午後3時半からの上映となっております映画の上映時間は93分です沖縄で頑張っている役者の皆さんミュージシャンの皆さん、えー、すごくすごくこの映画でいい味を出した演技をしております音楽はモンゴル800のウェイズ清作さんのエンディングテーマ辺野古ブルーこれも素晴らしいですぜひ スクリーンでシアタードーナツで本当に見てほしいと僕はしつこく言ってますけれども気になってるっていう方はねもう見るべきですよはい是非時間を作ってくださいあなたの人生の93分をシアタードーナツで是非過ごしてみてくださいよろしくお願いいたしますよさてさてもう一本紹介しましょうか映画「ライファーズ終身刑」を超えてそうだ先週ねえー、先週の水木金と3日間 えー、ライファーズ終身刑を超えてを,を撮った映画監督坂上香織さんがですねシアタードーナツで3夜連続トークライブというのをしましたすごい濃いトークでしたよ えー、その辺のね、ちょっと感想もね、僕もなかなかバタバタしてて書けてないんですけれども、あのフェイスブック、シアタードーナツのフェイスブックなんかでもね、えー、そういうレポート、イベントレポートなんかもね、えー、ちょっとね、じっくり書く時間を僕は設けられてない、自分が悪いんですけども、あのそういうのもどんどん書いて、レポートして、ああ、これ、シアタードーナツ行かなきゃ行かなきゃっていうようなね、えー、風にしっかりやらないとねと。 やべ反省モードに入ってしまいまし、あ、た。とにかくね、見てほしい、この映画もね。こちら、ライファーズという映画はですね、2004年、ニューヨーク国際インディペンデント映画祭、海外ドキュメンタリー部門で最優秀受賞、最優秀賞受賞作品でございます。えー、ライファーズ、終身刑を超えて、これはどんな映画かと言いますと、まあ、その前にそもそもライファーズって何というところなんですけれども、ライファーズっていうのは、終身刑、もしくは無期、 無期刑刑受者を指しています、えー、アメリカにはいわゆる受刑者が300万人を超えているとこれ2004年の話ですから今どういう数字になってるか分かりませんけれども、えー、そこには13万人余りのライファーズいわゆる終身刑もしくは無期刑受刑者が実際、えー、存在しています、えー、しかし更生施設アミティというところではですねそんなライファーズを積極的に受け入れて、えー、彼らを なぜ犯罪を犯すようになったのか、受刑者たちはその問いに徹底的に向き合う、そして罪を償い、えー、そして新しい生き方を模索していくというような、いわゆる教育ですね。いわゆる、あの、罰をこの期間、どのように与えるかではなく、その時間を使って、彼らをどういうふうに、まあ、 構成プログラムというんですか、ね、またそういうとまたちょっとなんか違うニュアンスになってくると思うんですけれどもまあこの映画のポスターにいわゆるキャッチコピーがあるんですけれども人は自分の中に作り上げた牢獄からいかに自由になれるかあの心の中に作りますよねきっとねいわゆる罪を犯したわけですからこの映画の中に出てくる うー言葉で、まあ、ふた普段使う言葉ですよ、これは。でもこの映画を見ていると、ちょっとその言葉がね、の持つこの奥行きというか、意味合いというのが少し変わってくるんですけれども、いわゆる、えー、犯罪が起こると、加害者がいて、被害者がいるわけなんですけれどもおっと、ね、加害者というのも、ある種の被害者っていう意味合いもあるわけなんですよね。なぜ加害者 になってしまったのかっていうような感覚発想っていうのはねちょっとこう平面的にはわからないところじゃないですかこの映画を見るとなぜそういうことになってしまったのかっていうところを考える力っていうのを想像する力っていうのをこの映画は。 伝えてくれます映画ライファーズ終身刑を超えてこちらも11月30日までやっています夜7時の上映があ,あります1日1回ですけれどもどうにかこうにかテーマは重いと思うかもしれませんがこういう映画を見ることで皆さんはきっと人との接し方だったり、えー、新聞を読み解く力であったりニュースを見る力だったりとかそういうのが少しあの広がると思います見てほしい作品ですね こちらも映画は、えー、予告編は、えー、とシアタードーナツのホームページフェイスブックページなどでもチェックすることができますので、えー、チェックしてくださいねラジオネームのんちーさんから愛知県にもシアタードーナツお願いしますとあのー、これ一言お返ししますけどね、えー、のんちーさんが作るって言ったら僕は協力しますよ <laughs> 全部何でもかんでも僕に頼るんじゃないよね まあ頼ってもいいですけどもやるんでもだったら一緒にやろうぜっていうねどうでしょう今の開始は <laughs> すいません <laughs> はいってなわけでございまして時刻は11時50分あっという間だね今日もですねお別れの時間が刻一刻と近づいておりますけれども今日はこの曲でお別れしようかなちょっと今日はね あの先ほどね番組の中盤ぐらいに出演していただいたイギリスのモデルさんのねディーンさんが来てましたけれどもあのこの曲じゃないな俺がかけたやつはえっとディーンさん来てましたけれどもねそんなディーンさんに今度いつ会えるのかなってね思うとお互い覚えててねえー いいいいないといけなとけよね <laughs> でもこんな強烈なね偶然の出会い方をしたらそれはもう忘れようがないのかなっていう気もしますけれどもねえなので今日はくるりという僕が大好きなバンドでえ考えたらこの曲「リメンバーミーも NHK の番組の取材かですよねえっとヒストリー X でしたっけえ,ーえー違う番組なんだっけえっと「なんとかヒストリー」だよねじゃ違うと思う でも NHK のあのいろんな人の歴史をたどるやつヒストリーなんだっけねあの番組の主題歌になってるくるりの「リメンバミー」を今日は聞きながらお別れしたいと思いますしつこいようですけれども今 FM 講座を聞いていてシアタードーナツというキーワードはね何度も言ってますけどもぜひ聞いててあちょっと気になったなぁ 行ってみたいなという方は、ぜひシアタードーナツ遊びに来てください。シアタードーナツは沖縄市にあります、えー。小屋十字路。小屋バス停の目の前、建物2階となっております。Facebook ページ、ホームページでも地図をチェックすることができますので、駐車場はございませんので、近隣駐車場をご利用ください。指定駐車場に止めていただくと、1時間無料チケットも差し上げますので、えー、ぜひチェックしてみてくださいね。 さあ、毎日いろんなことがありますけれども、一歩一歩休憩も挟みながら、今日も一日頑張っていきましょいというわけで、来週の放送は11月ではなくても、12月になるんですね。 来週の木曜日はいよいよ12月の1日になっちゃいます12月の1日といえばね全国的には映画の日になりますよねあ,あそっかシアタードーナツも12月1日はなんかやんなきゃなどう考えようかな、ね、ラジオネームのんちーさんからもったいないお言葉でしたありがとうございます今週もそろそろお別れの時間が近づいてきてしまいましたね 今週も宮島さんの放送を聞けてよかったです。また来週を楽しく待ちたいと思います。はい、僕も来週を楽し,き楽しみに待ちたいと思います。ラジオネームルドルフさんからは、シアタードーナツの輪を広げましょうというメッセージどうもありがとうございます。はい、とにかく継続してね、行きたいなと思っております。今日また皆さんのメッセージ本当にありがとうございました。元気をいただきました。また。 来週お会いしましょう。宮島新一の Let's go to the movie この番組はシアタードーナツ沖縄 by ベ n キャントストアピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りしました。さあ、E メールでのメッセージも受付、えー、来ましたね。ラジオネーム、ドライマティーニさんからいただきました。はい,たい、大体今日から寒くなってるのに石焼きも屋さんは朝から販売している。 暖冬の中頑張ってるなと心で応援しています寒暖差があるので風にはお気をつけて今日はアメリカの感謝祭なので七面鳥の料理のシーンが印象的な映画の You Got m a l の曲でクランベリーズの Dreams をお願いしますとお今気づいちゃったな Dreams また来週お届けしたいと思いますよいい曲ですよね大好きですラジオネーム DRYMATINISA ーーーからメッセージどうもありがとうございます石焼きも食べたいね ラジオネーム、あらかち、やえびんさんからメッセージ。私、毎週月曜日の PTA の番組にメッセージを送ることが多いあらかちです。今日はたまたま女村に用事があり、ラジオを聞いていたら、しんちゃんだ、英語喋るの初めて聞いたら、えー、よさらさら、ペラペラかっこいいよ、そんなことだよ。<laughs> 今、女村あたり走っています。じゃらじゃらするけど、まだ聞こえてるよ。今日はしんちゃんのかっこいいところを発見した。一日ハッピーになりそうな予感。 ラジオネームあらかちやいべいんからメッセージどうもありがとうございます。10分前のメッセージだからもう聞こえてないかもしれないですね。でもありがとうございます。また来週お会いしましょう。お相手は宮島しーちでした。